皆さんこんにちは、ワナルグルビシです。では今回は栄冠ナイン脳筋縛りプレイ、続きをプレイしていきたいと思います。投手は球速アップ、野手は筋力アップのみの練習で甲子園を目指すというプレイになります。で今回さらにですね、天聖プロ藤川の、ね、球速を170キロに上げるという170キロ投手育成計画も同時に行っていますので、今162キロまで藤川球児来てますので、170まで、ね、伸ばしてもらいたいというふうに思っています。スタンディングラインナップですね、この後秋の大会始まりますので簡単にご紹介だけしておきましょう。1番松枝くん、2番小西くん、もうすぐパワーが S です。ただね、弾道が1のままなので、ここはもう弾道をバットを使ってですね、強制的に弾道を上げていくというのを考えています。まあ、パワー S にね到達している選手ももうかなり多くなってきていて、でそうじゃない選手ももうパワー A なので、またね、ここで一気に力を上げてもらって弾道をさらに上げておけばホームランがね量産できるんじゃないかなというふうに期待しています。では時間を進めていきます。では秋大会ですね、1回戦目総合戦力 D 幕張実業高校との一戦です。幕張と戦うこと多いんだよな。幕張ホニャララ、幕張ホニャンニャラみたいなね、高校と戦うことが多いですけど、実際幕張ってそんなに高校多いのかな。で今回の張り切りボーイは4番藤田君にしてあります。パワーは S ですね。で先発は藤川ですが、藤川はね残念ながらスタミナはないので、まあ、早い回で、スタミナを上げる伝令励ますを使うか、もしくはリリーフ陣に任せるという、まあ、系統の戦い方になるかなというふうに思っています。これは藤田君の場外ホームラン、147メートル弾ですね。これで点差を3点と広げています。ここは7番池君のスリーランホームラン、弾丸ホームランですね。これで点差を6点と広げています。このね代打で出している1年生の小島君なんですけど、あの天才でしたね。なので急成長っていう特能を持ってます。今発動しましたけど、これで今言ってみればね、ベンチに甘んじている小島君ですけど、急成長を遂げてくれればこの先レギュラーっていう道もね開けてくるかなと思います。はい、最後は山村くんが9回を抑えて6対0と無難に勝利を収めています。小島くんが気になるんだよな。小島くん確認しましょうか。小島くんの急成長を使った能力アップ値はどれくらいかというと、パワーが72から73、急成長したなっていう感じはね、正直あんまりしないですけど、まあ、せっかくなんで小島くんのデータを確認しましょうか。選手データから小島くんです。1年生なんですよね小島くんは。まだパワーが B、 威圧感持ってるのか、まあ、確かに威圧感持ってると強いかもしれない。天才肌、まあそうだよね。小島くんはこの後、まあ、しばらくはね代打の切り札という形になると思うんですけど、大きく成長してもらって4番をね、張ってもらえるような選手になってもらえればいいかなと思います。では県大会、決勝に進みます。では相手チームの分析ですね。総合戦力 D 柏第一高校です。柏はね、結婚する前に奥さんと、まあ、当時ね奥さんではないですけど、当時1回行ったぐらいしか行ったことがないですけどね。ここは今回の張り切りボーイ小西くんの先制ツーランホームランで2点を先制です。小西くんがこれ今日猛打賞、打ちホームラン2本という大当たりしてますね。ここまで打率が2割と低迷していたんですけど、だいぶフィーバーしてくれてるな。小西くんは対変化球丸か、なるほど。このピッチャーナックルカーブとかね、遅い系の変化球が結構多かったので、それでハマったんですね。小西くん、ここまで本当に当たりがなくてですね、打率2割台と、だいぶ苦しい打席が続いてたんですけど、今日、3打席3安打、2ホーマーというね、大活躍ですね。また一人苦しんでるのがね、この池くんなんですよね。
池江君もね、前回、それこそこうホームラン打ってくれたんですけど、まあ、打率もね厳しいですね。さあ藤川ピンチ迎えてますね。ここは励まして、さらに盛り上げて、なんとか藤川がね100球超えてますけど、を乗り越えてもらいたいかなと思います。藤川マックス160キロも超えてますからね、ストレートはね。なんとか藤川この回まで、乗り切ってもらって、さらに球速をね、上げていってもらいたいなというふうに思います。はい、これでゲームセットです。7対3と最後ね、点を取られてますが、まずは県大会を突破しています。続いて地区大会の方に進んでいきます。では地区大会の1回戦目、戦っていきたいと思います。まず相手、戦力ですが、総合戦力市小田原高校ですね。で藤川なんですが、球速がどこまで伸びているかというのをねちょっとご紹介しましょう。164キロまで来てます。なのでさらに球速を、ね、伸ばして、何度か170キロ投手というのを、ね、誕生させていければいいかなと思っています。今回の張り切りボーイは3番打率7割の堀之内くんですね。先制点欲しい場面で、ここはきっちりタイムリーツーベース。はい、7回の裏5対4と1点リードの場面なんですが、小田原高校の攻撃でノーアウトランナー3塁1塁。藤川120球投げてるんですけど、励ます使ってますし、もうちょっとね粘ってもらおうということで投げさせていきます。ここを乗り越えられれば、ただこれは犠牲フライにはなりそうですね。これで5対5の同点です。まあ、164キロ投げる高校生球児っていうのもいないと思うんですけどね、そこから5点を取ってくる、さすがは地区大会といったところですかね。さあここは球児のところで代打天才小島くんを送りましょう。小島くんがね急成長を使って一気にレギュラーをね伺うっていうところを考えてほしいなというところですけど、まあ、しっかり結果残してくれましたね。ライト前ヒット、そしてここで満塁からツーベースになる、2点タイムリーツーベースで8対5。ここは畳みかけのチャンス、ピッチャー松坂、ちなみに松坂ってあの松坂じゃないよねっていうね、その確認だけしましょうか。天聖プロ松坂、いやこれ絶対あの松坂だろう、そうとしか思えないですよね。2年生17歳、この松坂をね打ち崩す、よくやってくれた。まあ、小田原はね、まあ、言っても神奈川県横浜高校の松坂がいてもおかしくない県ですからね。さあここは入っていく、ツーランホームランも試合は決めましたね。はい、これで試合の方12対5と8回ゴールドで勝利を収めています。では地区大会のね決勝の方に駒を進めていきましょう。では相手チームですが、総合戦力 B 群馬の高校ですね。怖いバッターっていうのはね、1番の北谷くんかな、4割2分9厘打ってますね。あとは5番6番あたりも打率高いし、8番伊集くんも打率5割、4番古内くんはねホームラン2本打点7というチームですね。で、あと投手の戦力もちょっと見ておきましょう。相手、太田くん、四球持ち、球速158キロ、本格派だな、なかなか速い球投げますよね。
まあ、藤川が160キロを超えてきているので、藤川のボールを見慣れているこの高校からするとね、158キロ、まあ、決して速いとは感じないとは思うんですけどね。今回のハリキルボー4番、藤田くんですね。ここは流し打ちでホームランを狙ってもらいましょう。さあ、右の本格派同士のね、まあ、投げ合いということで2対2できてます。藤川くんは励ますを使ってスタミナ上げてます。108球というところですね。2対2同点。お互いのピッチャーが速球派の本格派なんで、なかなか大量得点というふうには言っていないんですけど、ここはね、どっちが先に崩れるか、その根比べになってるかなと思います。藤川君はね、この回まではなんとか投げ切ってもらいたいかな。持ってかれたか。勝ち越しタイムリーを1年生、ちょっとね警戒していた白根君に打たれてしまいましたね。ここはただここで切っておきたいので、ピッチャーをね、スイッチしていきましょう。山下君もね、球速160キロ近いストレートを投げますからね。これはライトが守備範囲ですね。じゃあ1点を追いかける展開です。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。太田君もね、100球超えてきてるので、まあ、打ち崩すチャンスがね、もう来ているとは思うんですけどね、まあ、いかんせん球が速いので、ここはうまく小西君が打ってくれたな。小西君もね、ここに来て一気に信頼性が上がってますね。打率1割台とすごく低迷してたんですけど、ここはスクイズで同点。まずは追いつきましょう。もう脳筋だろうお前っていうね、まあ、そういうお叱りの声はあると思うんですが、勝たないことには脳筋も何もあったもんじゃない。ここは藤田君に一発が欲しいな。ただファーストライナーですね。では5番久保君のところですが、代打を送りましょう。天才小島、天才小島を送り出します。小島君もね、もうパワー B ありますからね。いや、天才だわ小島は本当に。代打でここまで3打数3安打。むちゃくちゃいいね、働きしてくれてますよね。送りバントを決めます。よし、オールセーフ。まあちょっとなんていうのかな、あの微妙なバントになっちゃいましたけどね。さあ、これで勝ち越しに成功です。さあ9回の裏、5対3と2点リードの場面なんですが、もうピッチャーが1年生しか残ってなくてですね、坪井君を送り出しているんですが、これがね、連打を浴びて、ノーアウトランナー2塁1塁というピンチだったところなんですけども、ゲッツーを取れたのでツーアウトランナー3塁となりましたね。ここで白根君を打ち取ってファーストへ送る。これで3アウト。春の甲子園出場を決めたというゲームになります。藤川くんがね、球速は速いんですけど、スタミナがね、やっぱり7回、持たせても8回っていうところで、後半、接戦になった時にね、投手が足りなくなるっていうね、懸念点があるかなというふうに思います。では、次回はね、春の甲子園大会からプレーの方をしていきたいと思います。目指せ、藤川170キロ。